香川県内の公立高校で今日一般入試の合格発表が行われ、およそ4800人の受験生が喜びの春を迎えました。このうち高松市番町の高松高校では午前9時半に合格者の受験番号が一斉に掲示されました。発表の瞬間を固唾を飲んで見守っていた受験生は、自分の番号を見つけると、同じく合格した友人や保護者と抱き合ったり、記念撮影したりして喜びを爆発させていました。周りのみんなもとてもレベルが高いんで、その中でも自分の力をしっかり出せるように勉強を今以上に頑張りたいです。めちゃくちゃ大変だったんですけど、たくさんの人が支えてくれたので、感謝でいっぱいです。将来の夢は小学校の先生になることなので頑張りたいと思ってます。高松高校では280人の定員に対し316人が受験し、競争倍率は 1.13 倍でした。香川県内では今日30の公立高校で一般入試の合格発表が行われ、4819人が喜びの春を迎えました。